立川志らのと小林優の楽塾最終回ということなんですけどね。はい、もう2週にわたっての最終回。そうですね、同じような感じかもしれませんけど。そうだったらどうしましょう。あの間違い探しみたいな感じになるかもしれませんよ。先週と今週で2回にわたって、先週と今週って今日言っちゃうと違うってこと今分かりましたけど、今来週のように今言ったっていう非常に難しいわけの分からないことを落語的ですね。いや今日小林さんが着てこられた上着の宇宙の柄のジャケットがあって、ああそういうのがあるのかなと思ったら、そう、下もお揃いの宇宙で宇宙に飲み込まれてますけど大丈夫なんですか？大丈夫、なんかブラックホールみたいだねってよく言われて、ああそうそう、そう思いました。嬉しいですそれどこで、どこの星で買ったんですかそれはこれはですね、すごくすごく渋谷の方のある素敵な星がございまして、うん、でそちらでちょっと上下もう私のもう全部この柄にしたいって思いまして。その柄の宇宙の柄の他のグッズもあるの？靴とか靴下とか、 それはもうそれはないんです。あったらもう全部買いたいんですけども、ズボンとか下の履いてる、そうなんです、すごい好きなんです、うん、この生地のやつ 何個も持ってるんです。じゃあ他にもあるんじゃん、宇宙の、うん、宇宙じゃないんですけど、うん、いろんなそこの星のやつがそうなんです。下野さんがそれは何なの、うん、それなんて形容していい服なのってこう、うん、おもちゃ箱をひっくり返したような、うん、イメージっていう服なんですけど、それの色違いとかも最近持っていて、ちょっとずつ宇宙の色違いがあるの？宇宙はないんですよ。もう宇宙があったら絶対もうあれなんで、ごめんなさい、もう最終回私宇宙の話してごめんなさい、もうこの話はちょっともうどうでもいいなんて言ったら お洋服屋さんに申し訳ないですね。大変だよね、洋服屋には気使ってね、人参を育ててる人には気を使ってそうなんですよ。ちょっとさっきね、いろんな話した落語的でなんてちょっと間違えて落語的なんて言っちゃったんですけど、間違えてはないんですけどね。大丈夫ですか、すいません、落語の方に申し訳ない。落語の方ってなんで、落語家でいいじゃないけど、落語の方ってなんだろう。そうなんですね、今日はですね、すごいたっぷり、お宮の方みたいですけどね、そうなんです、うん、たっぷりですね、白野さんに、もう落語についてのお話をまたまた今日も凝縮してお送りさせていただきたいんです。そうですね、特にギャラの話を中心にしていきたいと言っておっしゃったんで。いいんですか、そういうお話。あ、いえ、私はそういうお話じゃないんですけど、あるスタッフ様からすごく前からご質問いただいていて、そういう話には触れてなかったのでギャラが良ければうちのにもやらせようとかそういう感じかもしれませんけどね。ということで最終回スタートです。はい。